会より生中継で全国日本大学関係者の皆様に開式から閉式までをお送りいたします。着席者入場。ただいまから平成15年度日本大学大学院研究科学部及び短期大学部の卒業式を挙行いたします。大学旗、学部旗入場。
手開業。ご着席願います。国歌斉唱、全員ご起立願います。ご着席になります。少々授与、瀬崎幸康総長。学域大学院博士課程修了者、文学研究科4名、総合基礎科学研究科1名、小学研究科3名、芸術学研究科6名、生産工学研究科9名、医学研究科38名、歯学研究科19名、松戸歯学研究科14名、生物資源科学研究科15名、獣医学研究科2名、右代表小峰千晶、修了者起立。学一小峰千晶、昭和47年5月3日生まれ、本学大学院医学研究科病理系の博士課程において所定の単位を取得したので学位論文の審査及び最終試験に合格し、博士医学の学位を授与する。平成16年3月25日日本大学総長医学博士瀬崎幸康。おめでとう。
着席。学域大学院修士課程修了者文学研究科70名総合基礎科学研究科43名小学研究科34名芸術学研究科65名生産工学研究科152名生物資源科学研究科95名右代表小柳和之修了者起立。学一小柳和之昭和54年9月16日生まれ音楽大学院生産工学研究科電気工学専攻の修士課程において所定の単位を取得し学位論文の審査及び最終試験に合格したので修士工学の学位を授与する。平成16年3月25日日本大学総長医学博士瀬田幸康。おめでとう。着席。学域学部卒業者分離学部1812名小学部1215名芸術学部965名生産工学部1332名医学部101名歯学部133名松戸歯学部132名生物資源科学部1592名通信教育部487名右代表深浦美代子卒業者起立。学一深浦美代子昭和56年10月11日生まれ本学文学分離学部社会学科所定の課程を修め本学を卒業したので学士社会学の学位を授与する。平成16年3月25日日本大学分離学部長理学博士島方浩一日本大学総長医学博士瀬田幸康。おめでとう。着席。卒業証書短期大学部卒業者農学科55名生活環境学科112名右代表工藤陽子卒業者起立。
卒業証書、工藤陽子、昭和58年9月25日生まれ、本学生活環境学科所定の課程を収め、卒業証書を授与し、準学士の称号を得たことを称する。平成16年3月25日、日本大学短期大学部学長、医学博士、須田幸康。おめでとう。着席。総長賞、学業成績優秀にして優等賞状を授与される者129名。右のうち特に成績優秀にして総長賞を授与される者、文理学部鈴木亮次、商学部キム・ミョンシュク、芸術学部黒沢彩子、生産工学部加藤周平、医学部八千和成、歯学部西原理恵子、松戸歯学部横張和也、生物資源科学部三住真代、通信教育部江口亮太。右代表、三住真代。受賞者起立。賞状、総長賞、生物資源科学部新人資源科学科三住真代。三は学業成績優秀につき記念品を授与し、これを賞する。平成16年3月25日、日本大学総長、医学博士、世代幸康。着席。優秀賞、学術文化活動において特に成績優秀にして優秀賞を授与される者、また社会の規範となる行為により優秀賞を授与される者、生産工学研究科木村俊博、学術講演、芸術学部上坪雄介、検証小説、芸術学部津田千恵子、テレビ CM 作成、芸術学部表公平、広告デザイン、芸術学部浅尾良平、広告デザイン、芸術学部小島隆弘、広告デザイン、芸術学部的場優子、広告デザイン、芸術学部高石さと子、広告デザイン、生物資源科学部福田啓太、警察署長表彰、生物資源科学部高橋実、警察署長表彰、生物資源科学部渡辺博之、警察署長表彰。本大学の名誉を高揚したことにより優秀賞を授与される者、歯学部西原理恵子、特待生及び東京国際女子マラソン出場等、
右代表上坪雄介、受賞者起立。上場芸術学部上坪雄介、右は本大学在学中学術文化部門において優秀な成績を収め、本大学の名誉を著しく高めたので優秀賞を授与する。平成16年3月25日日本大学総長医学博士瀬谷喜康。着席。総長賞、体育活動において特に成績優秀にして総長賞を授与されるもの。文理学部石ヶ谷さとみ相撲部、文理学部浅井恵美相撲部、文理学部阿部真奈美弓道部、文理学部平田直樹ボクシング部、文理学部中村純一スキー部、文理学部滝下樹里スキー部、文理学部湯本博美スキー部、文理学部小原英二スケート部、文理学部菅彩子レスリング部、小学部藤井秀一陸上競技部、小学部斉藤慎太郎弓道部、生物資源科学部関谷圭介重量挙げ部、生物資源科学部蓮井かがりヨット部、通信教育部田村大和スケート部、優秀賞、体育活動において成績優秀にして優秀賞を授与されるもの。文理学部田中正弘陸上競技部、文理学部小笠原豪自転車部、文理学部吉村優希体操部、文理学部木村忠宏バスケットボール部、小学部福原勝自転車部、生物資源科学部原真希子ローラーホッケー、右代表石ヶ谷さとみ、受賞者起立。賞状、文理学部石ヶ谷さとみ、右は本大学在学中相撲部選手として特に優秀な成績を収め、本大学の体育の向上に著しく貢献したので総長賞を授与する。平成16年3月25日日本大学総長医学博士瀬谷喜康。
着席。総長国事瀬田幸康総長、平成15年度日本大学卒業式を挙行するにあたりまして、大学を代表し告示を申し上げます。卒業生の皆様、ご卒業を誠におめでとうございます。日本大学を学問の国に選び、所定の課程を収められた皆様、実社会での大きな活躍が今期待されております。そして大学中に培われた知識、スポーツ、そして文化活動等により育まれたこの貴重な経験をバネにして新たな道を切り開き前進されますことを心から願ってやみません。ところで21世紀の到来とともに、国内外の社会状況は変革への道を急速に歩み始めております。国内にありましては、政府指導の下で経済危機を乗り越える施策として整理回収機構等が誕生し、また企業間の合併統廃合など存続をかけたさまざまな自助努力がなされております。さらに産業界にありましては、先端技術を駆使した IT 産業が大きく台頭し、その市場は世界的規模へと拡大しつつあります。加えて急速に進む高齢化社会に対応するために、介護社会福祉事業などが拡充されまして、医療制度改革からさらにはまた年金制度の改革など、さまざまな施策や改革が国を挙げて推進されてきております。また国外に目を向けますと、テロ事件の増発とともに、これまで以上に国際政治の重要性が問われる中、我が国は医薬の人道復興支援のために自衛隊を派遣するなど、国際社会の安全と平和に積極的な役割を果たしてきております。過去の悲惨な戦争の経験を有する日本国民にとって、これら国際社会の安全と平和問題は、政治的判断はもとよりのこと、国民挙げての重大関心事となっております。本日卒業される多くの皆さんは、これら時代変革の潮流を事後の主体制度をもって検証し、しっかりと自己を確立し、正しい倫理観、そしてまた世界観を持って国際性豊かな社会生活を送りますことが必要であります。そのためには、自らの人生の生きがいを見出し、明日への飛躍と創造の心を身につけていかなければなりません。歴史を振り返ってみたとき、激動する時代の変革期には、創造と東大の二極文化が顕在化し、制度、組織、人々の意識を大きく変革させてきたことは、歴史が著実に物語っております。明治時代の初め、学僧山田昭義先生をはじめとする我が国の近代国家建設に立ち上がった人々は、まさに先進欧米諸国を歴訪し、調査研究をする中で自らの実体験を通じまして、それぞれの国の政治経済文化を検証し、近代国家を目指す明治政府の基礎を築かれたのであります。そして今日の学校教育制度の基礎が生まれ、学校教育の普及とともに、その教育知識によりまして、科学技術の開発や産業の飛躍的発展をもたらし、今日では優れた人材が多方面にわたり大きな国際舞台において登壇するようになってきております。そして豊かな社会生活を追求する中で、研究開発事業の重要性が叫ばれ、大学と産業界とが一体となりまして、特許の申請、
さらにはまた高度な成人開発事業が啓発されております。また研究者によるベンチャー企業設立の機運が芽生え、価値のあるこの知的財産権の創出が従来の大学の教育研究に加え、新たな大学の第三の使命として登場してきております。さらには近年いわゆる教育病を発端といたしまして、 SARS、 さらにはまた鳥インフルエンザなどの感染症問題が発生し、今や世界的規模に拡大し、私たちの社会生活に大きな影響を及ぼし始めてきております。このような人類の生存に脅威をもたらすさまざまな感染症に対しまして、その発生メカニズムの追求と具体的な予防策が医学をはじめとした諸科学の緊急な、これは研究課題となってきております。卒業生の皆様は社会生活を送る上で先人より築けられましたこの知的文化遺産を保持し続けるのみではなく、価値のある学習とさらに続け、見識を磨き、21世紀の最大の課題であります新たな知的財産を創出していかなければなりません。その知的な創造能力を皆さんは十分に身につけている人材でございます。その自らの能力と可能性を現実の社会生活において具現化していっていただきたいと思います。幼少期のから青年期にあたる今までは一喜一憂した出来事が数々あったことと思います。この卒業の時期はこれら過去のさまざまな出来事に思いを巡らし、これからの人生を実り豊かなものにする大きな説明となるものと思っております。日本大学でともに学習に励んだ学びや、スポーツや文化活動を通じ、日本大学の名を背にしての他校との協議会や、交流など一コマ一コマの思いでは、長い人生の中で、時には気持ちが悩むようなことがあっても、これを癒すことのできる心のふるさとになるものと確信しております。本日、ご来賓としてお迎えしている日本電子株式会社代表取締役会長兼 CEO であられます江藤輝和様は、日本大学文理学部物理学科をご卒業され、日本電子株式会社に入社以後、優れた技術者として電子顕微鏡の開発に従事し、その後経営手腕が評価され最高位の経営者へと登用された方であります。そして同社の技術力は国内はもとよりのこと、外国におきましても高く評価され、特に同社が開発しております大型電子顕微鏡は諸外国の国家研究機関をはじめとして広く活用されております。また江藤会長は科学的知識に加え、卓越した英語力を駆使して数多くの国際会議に出席されるなど、まさしく21世紀の知的創造社会において日本大学を代表する交流の一人でございます。江藤会長をはじめとする日本大学の90万余りの交流、そして皆様方の後輩たちは、そしてまたさらには8000人に及ぶ日本大学の教職員は、皆様一人一人のご卒業を心からお祝いするとともに、これからのさらなる飛躍、そしてまたそのご活躍にエールを送っております。最後になりますが、ご子息を本日まで励まし続けてこられましたご臨席のご家族の方々、さらにはまたご家庭の方々におかれましては、日本大学に対しまして格別のご理解と温かいご支援を賜りましたことに心から感謝申し上げますとともに、明日を担う和光堂の伝統を祝し、記念すべき平成15年度日本大学卒業式の告示といたします。平成16年3月25日、日本大学総長、日本大学短期大学学長、医学博士世代です。
来賓祝辞。日本電子株式会社代表取締役会長兼 CEO 江藤照和殿よりご祝辞を賜ります。江藤照和殿は昭和37年3月日本大学文理学部をご卒業されております。昭和37年4月日本電子株式会社にご入学、取締役技術本部副本部長、常務取締役電子工学機器技術本部長、専務取締役総合技術担当などの要職を歴任され、平成4年には代表取締役社長、平成14年からは代表取締役会長兼 CEO としてご活躍中の方であります。また平成14年5月からは日本学術振興会協力評議員、日本経済団体連合会評議員に就任され、我が国の産業と学術の振興にご尽力されておられます。ではよろしくお願いいたします。卒業生の皆さん、本日はおめでとうございます。そしてご臨席のご父兄の皆様、おめでとうございます。僭越ではございますが、人生の門出にあたり母校の先輩として、また人生の先輩として、私の拙い経験と体験をもとにお祝いのお言葉を述べさせていただきます。私は1962年理学部物理学科を卒業いたしました。その後日本電子に入社し、電子顕微鏡の研究開発に携わってきました。私と電子顕微鏡との出会いは学生時代にまで遡ります。1958年に文理学部に物理、数学、生物の3つの学科が新設され、私は物理の第1期生として入学しました。日本の電子顕微鏡の草分けである谷康政先生に師事し、当時学校に1台しかなかった電子顕微鏡を昼夜の友として使っていました。その装置がたまたま日本電子製であったのが幸いし、研究を続ける方で日本電子に出入りするうちに社員になってしまいました。恩師との出会い、電子顕微鏡との巡り合いが私の人生を決めることになったのであります。当時から日本大学には自由で活発な古風があり、また新設の学科ということで、先生も学生も新しい歴史を作っていこうという情熱にあふれていました。日々実験に明け暮れ、いくら時間があっても足りないと感じたものであります。そのような中、気分転換にキャンパス近くの土手から手製ロケットを打ち上げたこともありました。そんな悪意まがいのことを行っても、当時は何の咎めもないという、時間そのものがゆっくりと流れる古き良く時代でした。卒業後数年間は会社へ行く傍ら、学校へ出かけて後輩の卒論の手伝いをいたしていました。当時は学生運動が激しく、正門がバリケードで塞がれることもしばしばありました。どうしても実験を続けない私は、裏門から研究室へ忍び込んだり、出るに出られなくなり、そのまま泊まり込んだりしたことが、つい昨日のように思い出されます。照らし合わせて現代はどうでしょうか。企業も厳しい競争にさらされるメガコンペションの時代であり、世界中の相手としのぎを削る時代になりました。
私が会長を務める日本電子も、日本企業はもとより欧米企業と競い合っております。日本電子はまだ海外へ進出する日系企業がほとんどない時代から海外進出を図り、 JEOL というブランド名で電子顕微鏡を中心とした理化学機器を80カ国以上の国に輸出してきました。長年にわたり築いてきた海外の販売サービス網は我が社の誇りであり財産であります。グローバルな展開は一朝一夕にできるものではなく、多くの先人の苦労がありました。技術開発にあたってはノーベル賞クラスの学者から高度な要求があり、それに何としても応えていこう、世界一の電子顕微鏡のメーカーにしようという気持ちが新しい技術を生み出し、今の自分を築いてくれたと思います。そこには男のロマンがありました。ニーズがあって思想があれば情熱が湧くのです。研究開発の喜びは自分で想像できることです。ストーリーを描いてそのプロセスを見ていく楽しみがあります。途中で出会う問題にもくじけず初志貫徹する精神が必要であり、忍耐力が求められるのです。ミスも大事なデータになります。そのミスも認め合い、コツコツとやり遂げてこそその上の仕事ができてきます。どんな小さなことでもまとめる力が養われてきます。これは研究開発に限らず全ての仕事に共通するものではないでしょうか。情熱、ロマン、忍耐力という言葉はぜひ心に刻んでほしいと思います。多くの夢と大志を抱いた若者たちが今まさに釉薬相当について育っていこうとしています。これから歩んでいく道はそれぞれ違うでしょうが、どんなことがあっても揺らぐことのない強い気持ちが大切であり、それは個人ならば信念、企業ならば経営理念と呼ばれるものと考えます。野心だけでは大成しません。しっかりとした信念と努力があってこそ辛いことにも耐えられ、明日への希望がつなげるのです。皆さんは今後いろいろな分野での活躍が期待されます。何をするのかを求めるのではなく、自分は何をしたいのかをはっきりとした目的意識を持ってください。オンリーワン企業が生き残っていくように、個人も誰にも負けないスキルや能力を身につけていくことがますます大切になってきました。まずオンリーワンとなるためには基礎固めが必要です。社会人としての基本的な言動を身につけ、後の成長につながっていきます。人も企業も基礎が大切です。最近の基礎技術を軽視するような風潮は経営者であり研究者である私にとっては大変気になるところであります。人生にはいろいろなことが起こります。不運なことや面白くないことの方が多いかもしれません。企業にも浮き沈み栄枯水水があるように、人生にも山があり谷もあるでしょう。私も社会人となってからいろいろなことに出会いました。電子顕微鏡の新製品の開発に際して他社の特許に阻まれて限界だ、どうしようもないと途方に暮れたこともありました。思う通りに対策が進まず、赤字だからやめよう、撤退しようと覚悟したこともありました。どのような逆境に遭遇しても一縷の望みを捨てずに取り組む中で、従来の考え方をブレイクスルーした技術が誕生したり、昔から温めておいた要素技術が開花することがあります。
要するに最後まで諦めてはダメなのです。もうダメだと、おしまいだと思った瞬間にそれ以上の進展は望めません。皆さん、ピンチはチャンスなんです。危機に接したときにそれをどう乗り越えるかにより人も企業も進化が問われます。真珠に富んだ皆さんは進んで難しい問題に向き合う勇気と気概を兼ね備えてほしいものです。企業経営は非常にストレスの高い仕事です。気持ちの切り替えが重要になります。切り替え方を身につけることも技能の一つと言えるでしょう。私の場合は週末が息抜きをするための貴重な時間です。山を登り川を下りと自然を相手に忙しく動き回っています。そこで得られた安らぎは何事にも代え難いものがあります。頭の栄養は日々の仕事で養い、心の栄養は趣味で補給するというのが私のライフスタイルです。人も企業もバランス感覚が大切です。皆さんも気持ちの切り替えができるように趣味や楽しみを持つことをお勧めいたします。現在の日本は不安定な世界情勢の上に築かれた束の間の平和を享受しているのかもしれません。我々の世代は悲惨な戦争を経て飢えをしのぎ貧しさを経験してきました。それだけに命の遠さ、時間の大切さが身に染みております。時間も若さもお金で買えることはできません。たった一度だけの人生をどのように生きていくかは皆さん次第です。気持ちの持ちようで善の道にも悪の道にも転がっていきます。今宿別の時、別れがたき学び屋を去りゆく君たちが忘れてならないのは親と恩師への感謝の気持ちです。苦学して卒業される方もいるでしょうが、ほとんどの学生が保護者の援助があったものと推察します。最高学府で学んだ恩恵を忘れることなく、謙虚な気持ちを生涯持ち続けてください。そして今度は皆さん方が社会へ家族へ恩返しをする番です。大きな飛躍も今日の一歩からです。貴重な時間を無駄にすることなく大切にしてください。堂々と日本大学の卒業生としての自信と誇りを持ち、それぞれの道で精進してもらいたいと思います。母校とは良いものです。我が日本大学には歴史と伝統があります。この重みは卒業してから年を追うごとに感じるものです。言葉では表すことのできない温かみがあります。長きにわたりいろいろな分野で優秀な人材を輩出してきた母校は私にとって大変誉れであり、勇気を与えてくれます。本日は若い皆さんを前にして私も英気をいただきました。まだまだ頑張ります。ぜひグローバルな視点で考え判断できる人間になってください。同じ学び屋を出て巣立っていった仲間として共に世界で競争しようを合言葉に頑張っていこうではありませんか。声高らかにエールを送り、私のお祝いの言葉に変えさせていただきます。ありがとうございました。平成16年3月25日日本電子株式会社豊島企画県知事を得ておきます。
卒業生当時、卒業生代表、芸術学部音楽学科、黒沢彩子。当時桜の花もほころび、春の日差しも私たちの門出を祝福してくれているかのように感じられる今日この良き日に、このように盛大な卒業式を挙行していただきましたことは、私たちにとってこの上ない喜びであり、感謝の気持ちでいっぱいです。また、ただいま総長瀬崎幸康先生からの慈愛あふれる告示、並びにご来賓の方よりの温かな励ましのご祝辞を賜り、誠にありがとうございました。卒業生一同、厚く御礼申し上げます。ここに卒業生を代表してご挨拶申し上げたいと思います。4年前の春、期待と不安に胸を膨らませた入学式から、早くも卒業という今日を迎えてしまいました。さまざまな思いを抱えながら必死に走り続けてきた時間が、私たちをどんな色に染めてくれたでしょうか。いろいろな角度から学ぶことで、ピアノの力を向上させたいと音楽学科に入学してきた私にとって、日本大学でのカリキュラムの内容は大変充実したものでした。専門科目の授業はもちろんのこと、一般教育から多学科の科目に至るまで、音楽にどう生かしていくかという意識を持って臨んでまいりました。さまざまな分野から学ぶということは、抽象的な音楽というものをより具体的に理解し、さらに多くの発見を伴うことでもあるように感じられました。普段耳で聞く音を視覚的に捉えたり、曲を分析することで音楽に内在する理論を知り、演奏解釈への裏付けを得たり、そのすべてがピアノを演奏する自分にとって大いに役に立つものでした。現在、学生の学力低下が叫ばれていますが、私は学ぶということはただ知識を詰め込むことだけではなく、その知識をもとに自分で考えるということにあるのではないかと思います。それが人間を成長させ、豊かにし、深めるのだと思います。日々、悩み、落ち込んでいる間にも時は過ぎ、練習練習の毎日です。
ピアノは一曲を仕上げるのに数ヶ月あるいは一年の月日をかけることもあります。それでも暗闇の中で一つの曲と長い間向き合っていると、ふとその曲からこのように弾きなさいと呼びかけられているように思える瞬間があります。無心になった時、本当の自分の姿が浮かび上がってくるのかもしれません。ありのままの自分を見つめ受け入れること、それがいかに大切か、どれほど難しいかということを、私はピアノを通して学んできました。そしてそれを乗り越えなければ先へも進めないということも知りました。何よりも自分を信じ、自分を大切にすること、勇気を持って周りを見渡せば、そこには常に自分を励まし見守ってくれている人たちの温かな眼差しがありました。優しく厳しくご指導してくださった先生方、最後まで私たちを信頼し自主性を尊重してくれた父や母、共に喜びを分かち合い、辛い時には黙ってそばにいてくれた友人、私たちを支え育んでくださったすべての方に心から感謝いたします。この先にも今まで以上に多くの困難が待ち受けていると思います。傷つき倒れそうになることもあるでしょう。それでも私たちは何度ぶつかっても立ち上がり、粘り強く諦めずに立ち向かっていくことをここに誓います。自分を信じること、私たちは決して一人ではないこと、そのことを心に留めて今新たな世界へ羽ばたいてゆきます。そして今日はその第一歩です。この日本大学で学ぶことができたことを心から誇りに思います。最後となりますが、日本大学のさらなる発展と今日ここに会したすべての皆様のご健勝を記念して、卒業生代表の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。平成16年3月25日、卒業生代表芸術学部音楽学科黒沢彩子、
校歌斉唱、全員ご起立願います。これをもちまして平成15年度卒業の式典を終了いたします。出口が混雑いたしますので、こちらからご案内申し上げるまでそのままお待ちください。それではアリーナ席の卒業生の皆さんからご退場願います。卒業生の皆さん、諸君、おめでとうございます。そしてまたこれから長い人生の中で大いに頑張ってください。頑張りましょう。それではアリーナ席の後方の皆様の方からご退場願います。それからご父母の方々、お待たせいたしました。お忘れ物のないようご対応願います。卒業生の皆様、おめでとうございました。以上で平成15年度日本大学卒業式生中継を終了させていただきます。